人民をはやらせる国民を人民呼ばれして批判され立憲民主党石垣典子が大炎上立憲民主党の石垣さんが主権者たる人民などと国民を人民呼ばれしならず者国家を連想させるなどとして大炎上してしまった問題で8日に石垣さんがツイッターにて人民はやらせていきたいなどと発言してしまい火に油を注ぐ形となり 日が里ししし大炎上しててしままっておりますこちら、人民呼ばわりに関しては、まあ、政治に詳しくない方々からすればナーズモ国家の中国や北朝鮮といった社会主義国の独裁国家を連想させる恐れがございますし、まあ、さらに政治にある程度詳しい方からすれば国民主権ではなくて人民主権だと判断される恐れもございます。そ、まあ、そもそも 主権者たる人民という表現は国会においても一般的ではございませんこれまで5回しか使われたことがなくそのうち4回は社会党系の議員と民主党の議員まあ、さらに活動家となってしまっております対して主権者たる国民という表現は国会において1000回以上使われていることが確認できますが日本国憲法においても人民という言葉は 一度も使われておらず、国民という言葉が使われております。石垣さんには、立憲民主党に所属されているのであれば、日本国憲法の条文の通りに、今後は国民という表現を、主権者たる国民という表現を使用していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。